作者、小説の作者。
学生の作品をロビーに展示する制服日本の中学校には制服のある学校が多い洗剤洗剤で食器を洗うそこ靴の底に穴が開く地下大都市は地下の開発が進んでいる 寺、寺に参る道路道路が混む坂坂を登る煙火事の時は煙に注意して逃げてください灰タバコの灰判書類に判を押す 名刺を交換する免許レストランを開くには調理師の免許が必要だオークオリンピックには多くの国が参加した前半後半映画の前半は退屈だったが後半は面白かった 最高気温最低気温最初にひらがなを次にカタカナを勉強した最後後から来た人は列の最後に並んでください自動このドアは自動だから 手で開けなくてもいい種類公園にはいろいろな種類の花がある性格あの人は性格がいいのでみんなに好かれている性質この布は燃えにくい性質を持っている順番発表の順番を決める 番次は私の番だ方法いい方法を探す製品完成した製品を検査する値上がり食品の値上がり生生の魚乾く喉が渇いた 噛む匂いを噛む叩く子供のお尻を叩く殴る教師が生徒を殴って問題になっている蹴るボールを蹴る抱く子供を両手でしっかりと抱く倒れる 台風で木が倒れた倒す花瓶を倒して割ってしまった起きる怒る今日は8時に起きた昨日教室でちょっとした事件が起こった起こすうちの子は朝起こしてもなかなか起きない尋ねる 交番で警官に市役所までの道を尋ねた呼ぶ名前を呼ばれたら返事をしてください叫ぶ大声で叫んだが相手は気づかずに言ってしまった黙る先生が質問したが誰も答えないで黙っている飼う 何かペットを飼いたいと思っている数える数を数える乾く風が強かったので外に干した洗濯物はすぐに乾いた乾かすドライヤーで濡れた髪を乾かした畳む洗濯物を畳む
誘う。友達を誘って映画を見に行った。おごる。昨日は後輩に焼肉をおごった。預かる。旅行に行く友達から犬を預かることになった。預ける。銀行にお金を預けると利子がつく。決まる。帰国の日が決まった。決める。進学か就職か早く決めた方がいいですよ。映る。このカメラは暗いところでもよく映る。写す。写真を写す。思い出す。毎年春になると高校の入学式を思い出します。教わる。この料理の作り方は母から教わりました。申し込む。パーティーに参加を申し込む。断る。頼まれた仕事を断った。見つかる。なくなったと思っていた指輪がソファーの下で見つかった。見つける。なくなったと思っていた指輪をソファーの下で見つけた。捕まる。犯人が警察に捕まった。捕まえる。警察が泥棒を捕まえた。乗る。毎朝電車に乗って学校に通っている。乗せる。子供を車に乗せて学校まで送っていった。降りる。電車を降りる。降ろす。あの銀行の前で降ろしてください。治る。壊れたパソコンが治った。直す。壊れた時計を直す。治る。なかなか頭痛が治らない。治す。よく休んで早く風邪を治してください。亡くなる。社長が90歳で亡くなった。なくす。彼は子供の時父親を亡くした。生まれる。先月子供が生まれた。産む。妻が先日元気な女の子を産んだ。出会う。駅で偶然大学時代の友人に出会った。尋ねる。友人の家を訪ねた。付き合う。隣の家の人と親しく付き合っている。聞く。この薬は頭痛によく効く。流行る。この冬は赤い色が流行っている。立つ。日本へ来てから10年が経った。間に合う。電車が遅れたが駅から走ってなんとか授業に間に合った。間に合わせる。レポートを頑張って締め切りに間に合わせた。通う。学校に通う。混む。電車が混む。すれ違う。この道は狭いので自動車がすれ違うのは大変だ。かかる。このサラダには何もかかっていないようだ。かける。料理に醤油をかけて食べる。動く。写真を撮るから動かないでください。動かす。ひどい怪我をして体を動かすこともできない。離れる。危ないからストーブから離れて遊びなさい。話す。テストの時は机を離して並べる。ぶつかる。道で自転車にぶつかって怪我をした。ぶつける。
運転していて車を電柱にぶつけてしまった。こぼれる、手が震えてお茶がこぼれてしまった。こぼす、コップを倒して水をこぼしてしまった。拭く、汗を拭く。片付く、大掃除をしてやっと部屋が片付いた。片付ける、机の上を片付ける。包む、プレゼントをきれいな紙で包む。貼る、壁にポスターを貼る。なくなる、部屋の鍵がなくなってしまった。なくす、パスポートをなくして困っている。借りる、この収入では生活するのに全然足りない。残る、料理を作りすぎてたくさん残ってしまった。残す、ご飯を残してしまった。腐る、腐ったものを食べてお腹を壊してしまった。むける、海で日焼けをして背中の皮がむけた。むく、果物の皮をむく。滑る、新しいスケート場はきれいで楽しく滑ることができた。積もる、昨日降った雪が積もっている。積む、机の上に本がたくさん積んである。開く、靴下に穴が開いてしまった。開ける、壁に穴を開ける。下がる、熱が下がる。下げる、熱を下げる。冷える、寒いところに長くいたので手足が冷えてしまった。冷やす、この果物は冷やして食べた方がおいしい。冷める、この料理は冷めるとおいしくない。冷ます、お風呂のお湯が熱くなりすぎた、少し冷ましてから入ろう。燃える、火が燃える。燃やす、火を燃やす。沸く、湯が沸く。沸かす、湯を沸かす。鳴る、雷が鳴っている。鳴らす、ブザーを鳴らす。役立つ、役に立つ。インターネットの情報は勉強や仕事に役立つ。インターネットの情報は勉強や仕事の役に立つ。役立てる、役に立てる。インターネットの情報を勉強や仕事に役立てる。インターネットの情報を勉強や仕事の役に立てる。幸せな、幸せな人生。得意な、彼女はギターが得意だ。苦手な、彼女はギターが苦手だ。熱心な、熱心な仕事ぶりが認められて昇進した。夢中な、子供の頃SF 漫画に夢中になった。退屈な、他の観客は笑いながら見ていたが私には退屈な映画だった。健康な、心も体も健康な子供を育てたい。苦しい、息が苦しい。平気な、彼女はどんなに悪口を言われても平気な顔をしている。悔しい、何度練習してもうまくできなくて悔しい。羨ましい、才能の豊かな人が羨ましい。かゆい、
オリンピックへの出場が決まった。活躍。田中選手の活躍を期待する。競争。どちらがいい成績を取るか友達と競争した。応援。自分の学校のチームを応援する。拍手。ステージの歌手に拍手をする。人気。彼はクラスで一番人気がある。噂。クラスメートの噂をしていたらそこに本人が現れた。情報。テレビからいろいろな情報を得る。交換。プレゼントを交換する。流行。新しい流行。宣伝。バーゲンセールの宣伝が始まった。広告。新聞に新製品の広告が載っていた。注目。有名歌手の結婚が注目を集めている。通訳。英語を日本語に通訳する。翻訳。日本語の小説を英語に翻訳する。伝言。留守番電話に伝言を残す。報告。出張の報告。録画。テレビ番組をビデオに録画する。混雑。デパートは大勢の人で混雑している。渋滞。道路が渋滞していて会議に遅刻した。衝突。電車の衝突の場面を見た。被害。台風の被害。事故。事故の原因を調べる。事件。近所で子供が次々といなくなるという事件があった。故障。洗濯機が故障したのでコインランドリーへ行った。修理。パソコンが壊れたので修理に出した。停電。雷が落ちて停電した。調子。体の調子がいい。緊張。面接では緊張してうまく答えられなかった。自信。体力に自信がある。自慢。自慢の料理を作る。感心。陳さんの進歩の速さに感心した。感動。パラリンピックを見てとても感動した。興奮。試合を見ていた観客たちは興奮して大声を出した。感想。ご感想はいかがですか？素晴らしかったです。予想。選挙の結果を予想する。専門。専門は言語学です。研究。私は大学で日本の政治を研究している。調査。調査を行う。原因。今警察が事故の原因を調べている。結果。1位になりたかったが結果は3位だった。解決。大きな問題が解決した。確認。間違いがないかどうかを確認する。利用。水不足なので水道の利用を減らした。理解。意味の理解。発見。大きな発見。発明。ベルは電話を発明した。関係。お二人の関係は？親子です。
団体。博物館で団体のチケットを買う。選挙。1月に選挙が行われる。税金。年度末に税金を払う。責任。この失敗はあなたの責任ではない。書類。留学の手続きに必要な書類を準備する。題名。コンクールに出す作品に題名をつける。条件。運転免許を持っていることが採用の条件だ。締め切り。レポートの締め切りは30日です。期間。申し込み期間は12月1日から3日までです。倍。値段が倍になる。くじ。スーパーで買い物をしてくじを引いたらテレビが当たった。近道。駅への近道を通る。中心。町の中心。あたり。あたりを見回す。周り。池の周りを歩く。穴。地面に穴を掘る。列。入り口の前には長い列ができていた。幅。道の幅が広い。範囲。試験の範囲。内容。話の内容。中身。箱を開けて中身を見る。特徴。商品の特徴を確かめる。普通。パスポートの申請には1週間ぐらいかかるのが普通だ。当たり前。そんなひどいことをされたら怒るのが当たり前だ。偽。偽の銀行員に騙されてお金を取られた。別。米はご飯とは別のものだ。国籍。私はずっとアメリカで暮らしているが、国籍は日本だ。東洋。西洋。東洋の文化と西洋の文化を比べる。国際。日本企業の海外支社でのトラブルが国際問題に発展した。自然。山や海へ行って自然の中で過ごす。景色。初めて日本の山に行った。素晴らしい景色だった。宗教。世界にはいろいろな宗教がある。愛。私は家族を愛している。